タコスの実験。うん、どこに行ったんだ。うぶ主に用があるんだけど、最近全然見てない。おい霊夢、大変だ。どうしたんだよ、血相を変えて。うぶ主が、謎の組織に捕まってしまった。ちょこちょ捕まったってどういうことだよ。よう、うぶ主宛に手紙が届いていたんだ。手紙？何これ。いや、急にこれが来たんよね。タコス君はもらいます。とても不思議な体なので。いや、理由めちゃくちゃでしょ。あいつ実験台にされてるのかも。とにかく探しに行かないと。マリサ、この闇の研究所の場所はわかるか？あ、わかる。Google マップで見つけた。見つかるんかい。よし、探しに行くぞ。待ってろ、うぶ主。ここが研究所。か、手術中？病院かよ。うぶ主の命が危ない。助けに行くぞ。助けてくれ。大丈夫か？ああ、まだ何もされてない。今のうちに。そうはさせない。だ、誰だ。は、お前は。スローン博士。このタコスを渡すわけにはいかない。そう、お前が犯人だったのか。どうしてうちのうぶ主を。手紙に書いただろう。こんな珍しい生物はなかなかいない。見ろ、顔がタコスになっている。どういう仕組みになっているか気になるだろう。どういう生物、他にも結構いるんだけどね。どちらにしろそんな理由でうぶ主を渡すわけにはいかない。スローンを許すな。ふふ、研究に犠牲はつきものさ。タコス君は未来の科学に役立ってもらう。そう、なんてやつだ。何か譲歩できる手段はないのか。そうだな。君たち、エリマさんと知り合い？おう、知り合いですが。私、エリマさんのファンなのだ。ええー、だから、エリマさんと大会でかっこいいところを見せてくれたら考える。まさかの展開だな。でもエリマさん大会出てくれるかな。やんだ？おわー、エリマさん。じゃあ、エリマさーん。話は聞いたよ。さあ、うつ主を助けに行こう。エリマさんさすがすぎ。ということで大会へ。レッツラボー。おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と。フランです。あやです。マリサだぜ。そして今回は。はい、どうもこんにちは、エリマです。ということで今回はエリマさんとコンテンダーカップに出場していきます。今日はよろしくね。なんかうぶ主が捕まってるんでしょ。はい、捕まえた人がエリマさんのファンだったらしくて、大会でかっこいいところを見せてくれたらうぶ主解放してくれるらしいんです。かっこいいところか。何すればいいんだろ。そうですね、やっぱビクロイとかでしょうか。ビクロイか、それならなんとかなりそう。みんなよろしくね。ちょっと待って、初動人多すぎない？とりあえずこのジップを掴んで。あ、霊夢大丈夫？だ大丈夫です。終わったなこれ。と思ったんですが、なんとか逃げ切れそうです。ヒヤヒヤさせるな。おい、今度敵めっちゃいるから一旦場所変えて安全に行きましょう。オケです、頑張って引きますね。急でなんとかそっち行けそうです。とりあえず崖があるところまで引いたけど、上に敵いますわ。マジですか、一旦さらに逃げます。初っ端からピンチじゃないか霊夢。こんなんで大丈夫なんですか。君たちうるさいよ。まあ、初動なんとか生き残ったことだし、加速を回って物資整えちゃいましょう。オッケーです、なんとか戦えるようになります。なんとか敵と合わずに合流できましたわ。ナイスナイス、回復もできそうだね。近くのフラッターバーンを見たんだけど、なんか建築がなかったんだ。もしかしたらフリーかも。おん、そしたら一気に物資が潤いますね。なんかエリマさん、大会に慣れてる気がするんだけど。いつも大会に出てるんですか？うん、全然マジですか。じゃあ最後に出たのは私たちと出場したゼロビルド大会ですか？あ、多分そうなるかな。信じられん。確かにエリマさんバロラントしたりバンエゴしたりしてましたもんね。いろんなゲームできるってマジですごいと思う。私たちが別ゲーなんてしたらフォトナさらに弱くなってしまうね。間違いない。昔はバリバリ上下やってたからね。立ち回りっていうのは衰えないものよ。ささっとフラッターバーンをあさって他を見に行きましょう。はい、了解です。霊夢こっち、船の上をあさるよ。今向かってます。お、エリマさん、ここにでかい金庫がありますせ。ちょっと待って、向こうにやれそうな敵が。頭見えた。マジですか、ナイスです。今のスローン博士が見たら興奮するんだろうな。とりあえず蘇生されないように詰める。霊夢もこれからって。ちょっと遅れますが向かいます。うおうおう、急いで向かうぞ。オッケー、喜んだ明日で。ちょっとマジですか、やっぱりにキルしてるのヤバすぎっす。これ霊夢いらないのでは。ちょっと待ってよ。なーに、霊夢くんには終盤頑張ってもらうさ、よろしく頼むぞ。了解っす、これから活躍ということでご愛嬌。霊夢、第4アンチの真ん中を陣取れそうだぞ。これはでかいですな。難なく移動アンチまで行けそうな予感。一旦拠点立てて様子見ましょう。うん、アンチも狭くなってきたし、さすがにみんなこもり始めましたね。ちょっと待って、あそこ撃たれてる。どこですか。今私が撃ってるところ、ヘイト抜いたらキル取れるかも。オッケーです、私も撃ちます。いいぞ、そのまま。あ、やっぱみんな撃ってきた。1点、1人やった。ナイス、
これがアジア兵統を利用したキル。エリマさんよく撃たれるってわかったな。アジア兵統は昔からある謎の文化だからね、なかなか消えないみたい。私が向こうにいたと思うと恐怖ですわ、ほんと。6分の1アンチ、決まりましたな。狙うはハイブラ、少し無理してでも取りに行こう。ということで終盤へ。レッツラゴー。レイム、そろそろ移動の準備するよ。オッケーです、どうやって行きます？ちゃんとで行こう、ハイブラ直乗り目指していく感じだな。了解です、ギリギリになったら起きますね。よし見よ、置いて。起きました、レッツゴー。やっぱ、みんな上取りに来てる。これどうします？もう行くしかない、やばすぎて人かぶった。そう、敵きすぎだって。うわぁ、すまないレイム。カバー遅れてすみません。絶対今ハイブラ取りに来る敵多かったよな。この大会、順位ポイント大きいからみんな勝ちに来てたのかも。だが、レイムがハイブラ取れてるのは不幸中の幸い。あとは頼むぞ。はい、なんとか生き残ります。なんとかこの場所は維持できそうだ。すぐ下に敵いるぞ、気をつけて。マジ？ちょっと見てみるわ。うおぉ、めっちゃ撃てる。かっこいいところを見せるチャンスだぞ。行くぜ。お前エムどこ行った？あらねー。かっこ悪かったが、幸いにもまだハイブラは維持できている。気を取り直していきます。ちょちょ、ジャンパを置きたいのに撃ってくるなって。レイム、もう低空じゃなくてもジャンパで飛ばないとまずいぞ。一致かないか、レッツゴー。敵はみんな二人。生き残るのは有利のハイブラしかないぞ。先端で積んでハイブラ取りに行きます。そのクロム屋根の上良さそう。うおー、久々の縦積みじゃー。そういえば最近してなかったですね。オッケー、とりあえずハイブラは取れてる。ナイス、その場所維持してるだけで大丈夫かも。崖の上だったのでそもそも登ってきてる敵も少なそう。よし、セカンドハイの上を進行する。ハイブラで進行する分には資材も来そうだが。残り人数少ないし、絶対取りに来る敵いるね。確かに、ちょっと一回後ろ見に行きますわ。敵出しに来てる敵いるー。やばいやばい、どうしよう。これ上取られたら終了ゲーミングだぞ。そう、二人がかりで来るなんて卑怯な。これ上大会です。いやーさすがに取り返すのきついぞこれ。レイム、一旦戻って駆除しにかかっていいぞ。オケです、戻ります。オケー。GG、ナイスファイト。いやーだいぶきつかったね。うん、一応スローン博士に今の大会でオッケーか聞いてみるか。いやー読んだか諸君。スローン、今の大会でどうだ？かっこよかったろ。うん、そうだな。エリマさんのスナイパーと IGL はかっこよかったけど、レイムはダサかった。レイムしっかりしろ。ということで引き続き頑張りたまえ。あ、帰った。確かにダサかったけど、泣いてる暇はないぞ、レイム。さあ次の準備をして。エリマさん。うつ主を助けるんだろ？こんなところでくよくよしてる暇はないぞ。確かに、エリマさんの言う通り、切り替えていきましょうか。ということで次の戦いへ、レッツラゴー。いやっほーい。まずは初動。このマッチは絶対ビクロイしたい。終盤に行くことを目標に立ち回っていこう。はい、お願いします。初動はフリーですな。がっつり押されるね、ここで整えちゃいましょう。オッケー、物資はだいぶ良くなった。アンチ来てるし、移動しましょうかね。ちょ待って、デカ金庫に建築。あ、あれ危険の上に敵いるね。了解っす、下に潜り込んで車線切りますわ。よし、ここなら大丈夫そうだな。金庫の残り、今のうちに漁っちゃいますね。地球で飛んで移動したいからこれ戦っちゃっていいかもな。よしレイム、復讐するぞ。マジですか。二人で一斉に飛んで突撃するよ。了解です、一撃にかけます。対空に気をつけて。そんなこと気にしてられねえ。レイムの二人の敵を頼む。160。いえいえ、ナイスでエース。二人ともショットガンちゃんと当てれたのが良かったね。ナイス撃破。今のはレイムさんかっこいいポイント上がりましたね。いいサイドアヤ。いえいえ、やっとアンチ移動できたぜ。気をつけて、奥から撃ってきてる。あんな遠いのに行くぜ。このマッチ、もうみんなこもり始めてるのか。アンチもやばい、海アンチだねこれ。レイム、ジャンパでささっと移動しちゃいましょう。確かに泳いで移動したら撃たれまくりそうですね。了解です。よし、ここに置きます。レッツゴー。アンチ内の島まで移動できそう？ギリギリ行けますね。予想以上に海しかないですわ。集団多分地獄だね。進行とかは私に任せて。了解っす、どこまでもついていきます。一旦この家でこもって次のアンチを見ましょうか。あと一個ジャンパ残ってるんで遠かったら使いましょう。そうね、その後はもう気合だな。うっわ、第4アンチほぼ海やんけ。泳いでいけなさそうでもないけど、安全をとってジャンパで行った方が良さそうだな。了解です、ギリギリで飛んでいきましょう。レイム、収縮開始するよ。オッケー、エリマさんここ置きます。レッツゴー。あのレンガの上行くよ。多少のヘイトは覚悟して。大丈夫ですよ、みんなまだ移動してるでしょうし。いやいや絶対撃ってくるって。マジですか。本当だ、撃ってきた。やばいやばい、撃ちすぎだって。撃ち返さないとヘイト終わらないよ。いやー難しいです。もう全く、僕撃ち返すから逃げにずれて。オッケーです、ちょっと待ってください。はい、あーくー。はい、ずれました。撃ち返したよ。おん、本当に撃ってこなくなった。クックック、どう？惚れた？はい、惚れました。お前ちょろすぎだろ。
なんとか6分の1アンチまで来れましたね。ああ、だがここからが本番。ハイブラは目の前の建築が取りそうですな。僕たちは一旦ローブラ取ってそこから進行していこう。了解です。ということで運命の終盤へ。レッツラボー。エリマさん、私がアンチ内で建築立てておきます。オッケー、一旦そこで合流だね。難なく入れました。ナイス、あとは移動アンチの方向だ。割と近い方向ですね。先に先端まで進行するよ、ついてきて。よし、一旦先端まで伸ばしたよ。この後もなるべく資材温存して進んでいくね。ゼロ距離ではぐれないようにします。うおー、トンネルだー。早速離れてるやんけ。大丈夫大丈夫、ここは安全だから。うわー、霊夢ちゃんと後ろ見ておいて。普通に油断してました。すいません。なんとか回復完了しました。さて、霊夢、結構周り移動してるから警戒。ぴったり後ろついていきます。ここ、敵の建築掘っていくよ。一番上にいますね。これ上の床開けられたら危ないな。右にずれて僕たちもバン上げるよ。オケです、上がりました。アンチ内まで一気に進行する。ついてきてー。エリマさんマジで進行進みやすいです。やっぱ FNCS を何度も経験してきたプレイヤーは違いますな。そんなに褒めないでよ。エヘヘヘ。エリマさん落ち着いて。とりあえず鉄全部渡しました。でもまずいな、このままだと資材は持たない。リフレッシュが必要ということですな。霊夢、そこ一回開けるね。あー、ダウンしてる。物資回収のチャンスです。一旦カットって、私助けてきまーす。危ない危険だぞ。まずは2人がかす。でシールドカット、さらに追い打ち。白94落ち。危ないから戻ってきて。資材だけでも、うおー、エネルギーが増えた。エリマさん連打完走です。よくやった、それだけあればまた進行できる。今のはファインプレイだね。あー、だがこの後に繋げられるかどうか。まずは落ち着くまで進行、先端まで進むよ。合流してます。あー、なぜか撃たれ始めた。これハイブラからの圧だな。ってことは、ここセカンドハイ？ありえます。あと資材いっぱい渡しました。ナイス、受け取った。一回ハイブラ見るわ。ワンチャン取れるかも。撃たれ方的にそんな高くなさそうでしたね。待って、一回撃ってみる。これ撃てるわ。レイム行くぞ。ウォーウォーハイブラリテイクじゃー。崩しに来てる敵いる。2パーティーいると思った方がいい？側面から駆け上がります。もうちょいでハイブラ。あ？なんかここ階段が立たない。ふっ、もう一度。あー、なんで階段立たないの。画面瞬間移動してるな。でもいけそうだぜ。エリマさんなんとかハイブラ来ました。ナイス、絶対そこ維持して。とりあえず建築を広げて。あ、エリマさん、資材なくなっちゃいました。おいー、霊夢、資材の枚数管理くらいしておけよ。これは完全にやらかした。バン上げたから降りてきて。行く、危ない死ぬところだった。結構ギリギリな状況だけど、ハイブラはなんとか取れてる。ワンチャンあるぞ。残り人数もだいぶ減ってますね。だが私は瀕死状態。エリマさん、資材分けてください。もう木材100しか分けれない。私たちの最後の灯火だ。く、どうにか肺を維持したい。アンチ来るからとりあえず進めるよ。あ、電波の音した。しぶといやつだね。きっとハイブラ直乗りだぞ。こっちはもう資材もないのに。勢いあるなら崩せる。崩れた、まだワンチャン。ダメだ、上は取られてる。もう取りに行くしかないですよ。そうだな、最後の賭けだ。行くぞ。おらー、絶対負けねー。うお、アンチ外だと打ち合いじゃー。取り上げた。ナイス、上維持できる。やばい、資材取れない。維持っついです。一応ハイブラだけど。おわー、お前どこから現れたー。まだハイブラ敵いるの。いました。え、ちょっと待っておきる。ハイブラの敵落下しました。そして私死ぬ寸前です。もはやよく生き残ってるわ。ですよね。威張るところじゃない。ゲーム取れる。はい、今行きます。はー、く、まだいたんだな。エリマさん、私のことは見捨てて先に行ってください。見捨てることはしない。最後まで蘇生の可能性を信じる。うん、エリマさん、足突っ走ってる。霊夢をここまで。エリマさん仲間思い。まずはこの霊夢を。おー、捨てないで。あとは蘇生、間に合うか。頼む、お願い、まだ頑張りたい。あー、ごめん、ギリ間に合わなかった。いや、蘇生してくれようとした気持ちで嬉しいです。でもエリマさん、ラスト 1v1 です。よし、もう敵が資材ないと踏んでの賭けだ。下まで降りて、ラストとラストだー。よっしゃー、大成功。エリマさん IQ 高すぎ。あれは歴戦の経験から出た発想なんだろうな。お見それしました。お、おい、この二人約束通りリクロイしたぞ。ということは、いやー、解放されましたー。どうも帰ってきたー。いやー、ほんとエリマさんありがとね。君がいなかったら実験台にされていたよ。いえー、また通話してフォトナでもしましょうね。こちらこそ、ぜひお願いします。いやー、とにかくウプ主が戻ってきてくれてほんとよかったよ。ほんとそうだな。でもスローンは？あー、私を解放してそそくさ逃げてしまった。マジですか。まあスローンには今後警戒だな。みんな、スローンを許すなを忘れないようにしよう。あいつは永遠の裏切り者だからな。皆さん、スローンに対する気持ちが何かあればコメントで教えてくださいな。できればチャンネル登録もね。あ、ぜひエリマさんの方もお願いします。面白い動画あげるからチェックしてね。概要欄にチャンネルを貼っておきます。長くなってしまいましたが、今回は救出大成功。今後もウプ主が頑張れるように皆さん応援のほどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。